またあれですね、6000入ってきます。うお、やっぱり来るなこれ。72、富士山と同じ状況です。やっぱり 6000m だと1分も動けねえ。4000の3700の富士は大丈夫だったけど、今外に人がいます。くそ。でも動かないと頂上行けないから、6000だと、6000で動く時間が10時間。10時間こんなことやってないといけない。マジつらいこれ。やばい。やばいなこれ。 6000m いけるのか。行ってます。今皆さん外に人がいます。やべ、やばい。なんてこった。6000で動けるのか。これで10時間なんて動けねえな。48。やべ、うっ。7000まで行けるのか。ああ頭痛。くそ。受けるぐらいやばいな。あと40分。いやー、いけんねんか、これ。
うわ、つらすぎる。6000m。うわ、はあ、はあ、はあ、動けん。マジかよこれ。55。くそ、これですね。言ってみると二日酔いで、もうタクシーとか呼んでも帰りたくない。その場で眠りたい。もう何でもいいや、そんな気分のぐらいの二日酔いと同じ。動きたくない。道路の真ん中でも寝ていたいぐらいの。うわ、頭痛い。やべ。うわ、頭痛い。やべ、48。43。頭痛い。6000m。 突然0m から 6000m。 つらすぎる。63まで持った。くそ、動けねえ。これじゃ頂上行けない。うう、前に進まないと頂上行けないから。やばい。お、8時までだった。酸素モードが。くそったらダメだ。くそ。ストック持ってくればよかった。やべ、酸素が。くそ。こんなんで動けんのかよ。やべ。つらすぎ。足が進まない。48になっちゃう。今日だけですよ。6000だと危ないんですって。何があるか。
やべえよこれ休まないと無理だ。やべえ6000くそ。やべえ頭がクラクラ。立ってんのはできんだけど進めねえな。くっそーな、ほんと立ってたら15ぐらいじゃない。やっべえよこれ。40。ああダメだ動けねえこれじゃ。6000。
ああやべ、クラクラする。ああやべ、おい、頭がフラフラだ。やべ、なぜそうまでして登るのか。実は妹には決めたことが。ああやべ、それは自らを試し成長させる何かにトライするという。さあ道が苦しければ苦しいほど得られるものは大きい。マジつらい、立てない。ああ、ダメだ。うわ、進めね。29、28、心が折れそうになる。
調べ。
あと足が進まない。10時間ぐらい進まないとって言ってたんですけど、これ全然いけない。6000で10時間動けるのかな。くそくそ、意識が80になったけど、進めない。意識落ちてたかもしれない、もしかして今。やべ、うわ、よく行くわこれ。15分気失ってたかも。これで10時間なんて。かよ、6650で。よく行くわ。よく足進む。吐き気だ。苦しいのは今とばかりではない。ずっと道を作っていた人生も疲労困憊。うわ、これすぐ行っちゃう。生涯で一番つらい登りだ。くそ、うわ、歩けない。やばい。
やべ。やばい。歩けん。やば、これほんと超二日酔い、今後のみたいだ。もうこの場で寝たい。そんな感じ。やばい、入れてきた。45。やばい。重い足を全力で前に。ああ、くそ。動かない。体が動かない。これみんなわかんないと思いますけどね、めっちゃ辛いですよ。わかんないと思うけど、6000、マジで前に出ないんですよ。妹は泣いていた。これ泣けてくるわ本当に。くそ。精神力ダメだこれ。全然登れてない。
酸素、酸素か。くそ。南北7500キロにわたってそびえるアンデス山脈、その最高峰まであと300。アンデス最長、最高峰行きたい。なだらかな山脈だとふざけやがって。うわ、いけねえなこれ、この鉱山で。くっそ。しかし、その手前に2か所、雪崩の起こりそうなポイントが。くっそ。近場近づこうか。シビアな判断が必要。起きてらんない。今、スタンバック。先行しているガイドを呼び戻す。はい、センターエンジャー。くっそ。やべ、全然しか進まねえ。あと5分なのに。やべえこれ。動けん。動けない。やばい、動けん。46。くそ、これいけるのかな。日本から1万7000キロの旅路、そして2週間にわたる3万
くっそめちゃめちゃくそだなこれ。俺いけんのかこれ。いけねえだろこれ。精神力でなんとかなるもんなのかこれ。くそすごいよこれ。妹さんとか来てない。なりましたかね。なりましたか。はい、行きます。行きます。